ちょっとメッセージが来ておりますので読み上げさせていただきます。自由党参議院議員の青木愛さんからメッセージが届いております。青木愛、今回の集会にご参加の皆様と気持ちは一緒です。那須原発は正しい未来、明るい未来を構築する私たちの責任であり責務です。那須原発は今や世界中のテーマであり、311福島を経験した日本は率先して実現せねばなりません。にもかかわらず安倍政権は真逆の方向に突き進んでいます。認めるわけにはいきません。許すわけにはいきません。青木愛、皆様と心を一つにしてまいります。脱原発社会実現を加速してまいりましょう。平成30年3月11日、自由党参議院議員青木愛。